はい、本日、東証マーザーズに新規上場が1名からありました証券コード 2983R プランナーその代表取締役社長、小杉正樹さんにスタジオにおいていただきました。小杉さんよよろろししししくくおお願願いいまますす 先ほど株価の方を見ましたら、はい、10時、えー、過ぎだったんですけれども2400円を超す値段での買い気配、はい、公開価格が2200等円ですから、はいあまあ、高い水準での、まあ、人気あるスタートということになりました、はいはい、どんなお気持ちですか、はい、素直に非常に嬉しく思いますし、はい、また同時にこれまで支えていただいた方々にです、ね、感謝の気持ちでいっぱいです。 順調なスタートを切りました R プランナー、まあ、一体どんな会社なのか、事業内容のご紹介からお願いいたします、はいはい、当社の企業理念はです、ね、オールサティスファクション、10を通じてすべての人に満足を提供する、そしてミッションはこだわりのある良質な住まいをよりリーズナブルとしていまして、 顧客にとってより良い住まいを提供することで満足度の高い社会を作っていくことをですね目指している会社になります。はい、事業の特徴としては当社は住宅と不動産の両方の強みを持っている会社でありまして。 メインの戸建て住宅事業は、注文住宅、分譲住宅、不動産仲介の三つの事業で構成されております。そしてこの三つの事業の強みを生かしながら、土地探しから家づくりまでをワンストップで行っております。また当社は家づくり、家探しに関してブランドテーマ別の自社ウェブサイトと注文住宅不動産のリアルの店舗もありまして、顧客のニーズ別に多くの窓口を作っておりまして、当社自身が家づくり、家探しのプラットフォームとなって。 お客様の希望に合った商品やサービスを提供するというのが当社独自のワンストッププラットフォーム戦略というビジネスモデルになります家づくりを検討しているお客様にはですね、それぞれたくさんのニーズがありまして 最近では住宅購入検討者の約7割以上が土地から探すす方となっております、まあ、一般的には家はハウスメーカー土地は不動産会社のそれぞれの会社の担当者とやり取りをするんですが当社では窓口を1つにして注文住宅と不動産の担当者がしっかりと連携することでそれぞれの事業のシナジーが生まれ戸建て住宅事業全体での収益化につながっていくという仕組みになっております。 当社の主力商品がですね、注文住宅ブランドのアールギャラリーとなります。アールギャラリーは当社の設計士、デザイナーの設計力の強みをですね。最大限に発揮して、デザイン性と機能性にこだわっているというだけではなくです。 さら、ね、に性能面使用面も充実させていながらリーズナブルな価格設定になっておりまして非常にコスストパフォーマンスの高い商品となっております最近では性能使用が充実しているだけではお客様の満足はそれほど得られずインターネットや SNS での情報が広がっていることもありまして 外観やインテリアのデザインにもしっかりこだわりたいという方がかなり増えておりますので、えー、R ギャリーはこの今の時代の顧客がとても重視しているデザイン設計力に強みを持っているというのが最大の特徴であり強みとなっております、はいえー、事業展開エリアですけれども当社は東海エリアを需要基盤として成長してまいりまして現在愛知県で20拠点を構えております。 また、2019年より首都圏にも進出をしておりまして、現在、東京都内に5拠,点5拠点ございます。東京首都圏エリアでの事業の立ち上げにはです、ね、成功しておりまして、進出から四半期ごとで順調に契約トーを伸ばしております。今後は当社の地盤でもある東海エリアでの着実な成長を続ける一方で、首都圏での出展も強化しまして、事業の成長を加速させる方針でございます。 19年からは首都圏にも進出して東海エリア、エリア主力領域とともに成長を加速させようとしているというそういうお話がいただきました。はい、まあそれで足元というのはですね業績の方のお話をいただきましょうか。はい。グラフを持ってきていただきました。はい。当社ではですね戸建て住宅の販売当数が重要な KPI となっておりまして。 この販売等数が事業の開始から順調に右肩上がりで伸びております前期2021年1月期はですね合計で前期比126%の600頭の販売等数となりまして新型コロナウイルスの影響を受けながらも過去最高の販売等数を大幅に更新しましたそしてこの2月からスタートした2022年1月期のですね販売等数は前期121%の730頭ですね計画しておりまして 引き続き高い成長率を維持していく計画となっております、えー、売上高もですね、えー、販売数等数とですね比例しまして、えー、順調に右肩上がりで、えー、伸びておりまして2021年1月期のですね売上高は過去最高の220億円を見込んでおります、はいえー、利益面に関してですが売上総利益はですね順調に伸びておりますが経常利益の方はですね 2020年1月期と2021年1月期に東京、首都圏進出とですねこの2年で約100名の大幅増員に伴う投資をしたことで,ですね一時的には減益となっておりますがしかし、これはですねまあ当社としては今期以降の将来の利益を稼ぐための計画的な先行投資と考えております従業員数は随分増えてきていますね。そして 御社のですね。ビジネスモデルの特徴、そして強み改めて整理していただけますか？はい、えー、当社の強みはですね。大きく3つありますえー、1つ目が、えー、商品力になります。えー、まず、えー、注文住宅の特徴としては、メインブランドのアールギャラリーとその他に、えー、コンセプトの違う2つの住宅ブランドがありまして。 すべてのブランドで自社の設計士デザイナーが一定一定デザインプランニングをするということで良質でおしゃれな住宅がです、ね、リーズナブルな価格で提供できているというのが特徴になります当社の従業員のうち約4分の1程度計70名が設計デザイン部門に所属しておりまして設計人員が充実しているところが強みとなっております。そししてて分譲住宅の特徴としては 当社では注文住宅で培ったノウハウがありますので、そのノウハウを最大限に発揮して、最新のデザインや仕様などのトレンドを取り入れ、クオリティの高い分譲住宅となっております。この分譲住宅事業がですね、事業の立ち上げから急速に成長しておりまして、当社の高い成長、売上成長率にですね、非常に貢献しております。2つ目の強みが集客力になります。 当社は特にウェブ集客に力を入れておりまして総反響に対してのウェブ集客率が75%以上となっております。ブランドテーマ別の自社ウェブサイトや SNS からのです、ね、集客をしてリアルの店舗の商談につないでいくといった形でデジタルとリアルの効率的なハイブリッドマーケティングで安定的な集客が確保できているということが2つ目の強みになります。 近年、インターネットが普及したことによりです、ね、お客様の住宅、不動産に関する情報知識レベルがどんどん上がっておりまして顧客ニーズも非常に多様化しておりますそこで当社では注文住宅と不動産のそれぞれの部門の専門販売員が当社の商品、商品力とです、ね、情報力を生かしまして強力な連携をして自社の多くの窓口から集客した顧客のです、ね、多様なニーズをワンストップで応えることで強固な販売力を築いております。 強み3点、ご紹介いただきましたその強みを生かして今後の成長戦略、どのようなことを考えていらっしゃるのかご紹介いただきますか、はいはいえー、成長戦略はです、ねえー、4つありまして、はいはいえー、1つ目が東京、首都圏での成長の加速になります。 えー、2019年にですね進出した東京首都圏での事業はですね当社の成長ドライバーと位置づけておりまして、えー、このエリアは戸、えー、建て住宅の市場では日本で最も大きく約4兆円以上の市場になります、えー、これから積極的に出店をしてですね販売通数を伸ばしていきたいと考えております。 で二つ目が東海エリアでのさらなるシェアアップになります。当社の地盤でもある東海エリアはですね、首都圏に次ぐ大きさの戸建て住宅市場にもなっておりまして、このエリアだけでも約2兆円の市場があります。この東海エリアでも空白エリアがまだまだたくさんありますので、引き続き地盤を地盤をですね固めながら積極的な出展をしていきたいと思います。そして三つ目がですね、DX の推進です。 現在不動産、住宅不動産業界でもです、ね、DX がかなりのスピードで進んできておりましてこれまで当社でも対顧客面とです、ね、社内オペレーション面の両方で DX 化を図ってきましたけれどもさらに今後も業務のあらゆる分野で,です、ね、積極的な DX 化を進めて全体の生産性向上を図っていきたいと考えております。で最後に人人材材採用育成のの強化でです当社では業界の経験豊富な人材も多く そのプロフェッショナリズムをです、ね、継承する育成体制で早期戦力化を図ってきましたけれども、まあ、今回の上場でさらに知名度、信用度が上がることを期待しておりますのでこれからもです、ね、多くの優秀な人材を採用して早期戦力化を図り事業の成長を加速させていきたいというふうに考えております。青春戦略4点挙げてていたただきました、はい、そしそ最後にですね、はい まあ番組を見ていただいてます投資家株主の皆さんにメッセージを送っていただきたいと思います。こちらのカメラからお願いいたします。はいえー、本日、えー、我々アルプランナーはですね、東証マザーズに上場させていただきました。えー、まあこれからもですね、住宅不動産業界のですね、えー、まああらゆる課題を少しでも解決することに貢献をしまして。 社会に多くの満足を提供できるような企業を目指してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、本日東証マザーズに新規上場しました証券コード二九八三、アルプランナーの代表取締役社長小塚雅樹さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。